はい、本日はですね、最近の購入品を紹介していきたいなというふうに思います。で、その最近の購入品というのがですね、まあ、小物というか、まあ、ファッションではないんですけど、生活で普段使う系の小物を購入したんで紹介はしていくんですけども、まあ、全てが全部1万円以下で購入できるというアイテムになってますので、まあ、そちらが合計で8点ですね、8点あるので紹介をしていきたいなというふうに思います。ではまず一つ目からちょっとトリッキーなものになってるんですけど、まず一つ目っていうのがこちらの木箱になってますね。で、この木箱がですね、これ何人使うねんっていう感じだと思うんですけど、これパッと見ワインとかお酒入ってるんかなと思いきや、これ実はですね、コードを収納する木箱になってて、コードって言ったら延長コードとかあると思うんですけど、そういうのを収納できる木箱になってるんですね。で、これパカッて開けると、これ上蓋がかぶってるだけなんで、こうカパッて開けるとこんな感じで中身が空になってて、これ一番重要なところはですね、この横側の穴が、これコードが出る穴になってるんですね。だから両方ともこれがあるので、延長コードの何個か足ついてるやつってもう線ごちゃごちゃなるじゃないですか。で、まあ僕のところでも同じようなことになってて、線ごちゃごちゃ状態になってたんで、ここに入れて、で両サイドからコードを出すことによって、一気にその木箱のシャレ感が出てきてですね、これはええなっていうことで購入して今現在使ってるんですけど、これに関しては使うというよりかはもう入れたら入れっぱなしやし、もう開けることもないんですよね。だから若干ホコリはかぶってはいてるんですけども、コードがぐちゃぐちゃなんで気になる方とかは結構おすすめな感じで、これが一応切り製になってるんで、そんなツルツルした感じじゃなくて、ちょっとザラッとしてる感じにはなってるんですけど、重さはめちゃくちゃ軽くて、で至ってシンプルな木箱ですね。はい、でこれがだいたい2000円もいかんぐらいですね、1900円かなんかそれぐらいで購入した感じになってるので、まず一つ目っていうのがこちらのコードを収納する木箱になってます。例えばですね、こんな感じで上にちょっと観葉植物なんか置いちゃったりして、ちょっとこじゃれた雰囲気になってるよねっていう感じになってると思うんですけど、これが一つ目の木箱になってるので、二つ目に行きたいなと思います。で、二つ目がですね、こちらは、この中に入ってるんですけども、ざっと開けるとですね、何かというと、これパッて見て分かる方はいらっしゃるかもしれないんですけど、これパソコンに貼る用の横から見えない防止フィルムみたいになってるんですね。で、これがどういうことかというと、このパソコンにこのマグネットが上についてるので、パチンって貼り付けれるんですよ。で、どんな角度でも落ちてこうへんし、でなおかつこう正面で見てたらこうやって見えるじゃないですか。だから作業してるときはこういう感じで見えるんですけど、ちょっと横から見ようと思ったらもう真っ暗で見えないような感じになってるので、例えばカフェとかでパソコン触って貼る方とか、データ入力してるときとかって横の人にあんま見られてないなとか、特に新幹線そうなんですけど、新幹線ってめっちゃ距離近いじゃないですか。だからこれパッて横見たら、こいつ何動画編集してるやんけって思われること僕結構あったりしたんですけど、そういう時なんかはこれをポチってつけといてあげれば、もう横から全く見えへんから何してるかわからへんし、あと一応ブルーカットも対応してるらしいので、ブルーライトですね、ブルーライトもカットしてるみたいなんで、これをパチッてつけといてあげれば目にも優しいし、あと周りの人からも見られへんってことなんで、特に案件受けてる方とか、パソコンで仕事してはる方とかで秘密情報ある方とかは、こんなんいいかなと思いますし、僕もそれこそたまに動画で案件があったりするので、そういう時とかってあんま表に出してあかんものとかもあったりするので、僕だけの動画やったら全然見てもらっても何とも思わないんですけど、やっぱ他の企業さんがあったりとかしたら見られたらちょっとまずいものもあったりするので、そういう時とかはこれをポチッとつけておけば、もう全く横からは見れませんよということになっているので、自宅では使わないんですけど、一歩例えば外に出かけた時とかにこういうパソコンのスリーブケースに入れといて、ちょっとカフェとか行ったらこれピョって出して、パソコンにパチッて貼り付けてあげて作業するっていうような感じの使い方ができるので、こちらを購入したっていうことになってて、これは結構比較的値段するんですけど、 Amazon で確か4000円はいかないですけど、3000いくらぐらいで、僕は16インチなんですけど、他には13インチであったり12インチだったり、サイズによってあるんですが、これを購入したということになってて、次3つ目っていうのに行きたいなと思います。で、3つ目がですね、以前セカンドでちらっと言ったんですけど、こちらのおしゃれ水やり器になってます。で、このおしゃれ水やり器、これ見えてるんかな、このちょっとですね、金のとこが真鍮っぽい感じになってて、なんかちょっとだけ錆びた感じがあるんですけど、これでここをポチッと押すことで水を、花に水をあげる用の水やりになってて、こんなん一緒に置いてたらこざれてますよね。これ僕の全然趣味じゃないんですけど、嫁の趣味で購入して、これが1個だいたい1200円ぐらいで購入できたんで、水やり器にしては少し高いやんけっていう感じで、こんなもんファブリーズでええやんけって僕は思うんですけど、嫁はちょっと形から入りたいみたいなんで、これを購入したということになって、特に僕はこれに思い入れがないので、もうこれはこの辺で終わりたいなというふうに思いますので、次に行きたいなと思います。
では次4つ目というのがですね、防湿庫になってて、今ちょっとここにはないんですけども、今カメラちょっと切り替えるとこんな感じで、防湿庫って言ってカメラを入れる、まあ、箱みたいになってるんですけど、これがなんでいるんかっていうとですね、カメラっていうのは実はですね、普通に部屋とかに置いてても問題ないかなと僕は思ってたんですけど、実は問題があって、あの日本って湿度が高いじゃないですか。でカメラっていうのはですね、一応 50% か 60% 湿度が超えると、あのレンズにカビが生えるっていうのは言われたりするので、特に僕みたいにこうやって毎日撮影してる方とかももちろんそうやと思うんですけど、まあ、仕事でカメラを使ってはる方なんかもやっぱレンズ、この梅雨時期なんかはちょっとカビが生える心配があるということで、まあ、防湿庫を購入したんですが、まあ、これに関してもそんな値段は高くなくて、僕のは25リットルって結構ちっちゃめの感じで、今見てもらってる一眼レフであったりだとか GoPro を入れたりとかして、まあ、ちょうどぐらいですねっていうサイズになってるので、映像のクリエイターの方とかなんかにはちょっとちっちゃいと思うんですけど、2台ぐらいしか持ってへん方とかやったら全然、まあ、僕は問題ないので、25リットルのこちらの防湿庫でだいたい9000円、1万円ちょうど切るぐらいで、9800円かなんかそれぐらいで購入できたんで、まあ、それは Amazon から購入したという感じになってます。まあ、なのであのカメラとか持ってはる方はもうご存知やとは思うんですけども、まあ、僕は全然知らんかったんで、この梅雨時期ちょっとジメジメするなと思ったら結構、まあ、カメラにもあんまり良くないみたいなんで、一応まあこういう防湿庫を基本的には皆さん持ってはるみたいなんで、まあ、僕は一番安いやつでいいやろということで、まあ、こちらを購入したということになってて、次に行きたいなというふうに思います。で次がですね、こちらの何点目になっているのかな、5点目ですね。5点目がこちらのカゴになってます。でこれはですね、まあ、上見てもらったこれあの帽子が入ってるんですけど、下はカバンを入れてるんですよね。でこういうのって結構なんかどこに置こうかなと思って、以前まではちょっと壁にかけたり帽子をしてたんですけど、やっぱ壁にかけてるとちょっとホコリとかがつくんですよね。それちょっと微妙やなと思って、こういったカゴ、これは普通に Amazon で売ってるんですけど、2つで2000円なんですが、これをカバン用と、帽子用という風に勝手に自分で分けて使ってて、まあ、これはですね重ねていけるんですよね。なのでこの取っ手のとこを中にポインって入れてあげて、両方ともこっちをポインって入れてあげれば、この上にこの取っ手のところに引っかかるような形でパチって乗せれるので、何段でも乗せていけるっていうような形で、僕は一応これ2つ購入したんですけど、普段はこのような形にしてクローゼットに入れてると。で欲しいものがあったらここからピュッて取っていって、で使い終わったらまたここに直すというような使い方をしております。まあ網であった方が中に何が入ってるかって見えるじゃないですか。だから今回網を購入したんですけども、まあ、これはちょっと小物入れを探してはる方なんかには結構おすすめな感じかなと思います。ちょっとマットな質感の網ですね。多分他の使い方とか言ったら、それこそなんか食材のパントリーとかあるじゃないですか、あの小麦粉とかなんかそういうのをポン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 って入れていって乗せていくっていうのもありかなと思いますし、まあ、ここの深さより低かったら何段でも積み上げていけるので、多分使う用途としてはこういう使い方よりも多分いろんな使い方他に多分あると思うんですけど、一応僕にはこの使い方しか浮かばなかったんで、こんな感じで使っております。で次6点目っていうのがですね、今ここにはないんですけど、マイクになってます。で、まあ、マイク今これピンマイクつけてるやんけっていう感じなんですけど、まあ、そうじゃなくてセカンドチャンネル用に僕あのコンデンサーマイクって、あのラジオ DJ みたいな感じのマイクを購入したんですけど、まあ、そのマイクっていうのがですね、まだうまいこと設定できてなくて、今この現時点では撮影何度かしたんですけどお蔵入りになってるということで、あの音が割れるんですよね。だからうまいこと取れんくて、うわどうしようかなと思って試行錯誤はしてるんですけど、まあ、一応買ったんで紹介はするんですが、レビュー自体はめちゃくちゃ良くて、いろんな YouTuber の動画とか見ててもですね、結構皆さん高評価というかめっちゃいいですって言ってはったんで、あこれはいいなと思って買ったは買ったんですけど、僕の部屋にはあんま合ってなくて、ちょっと反響するんですよね音が。でそれであんまり綺麗に撮れてないんで、ちょっとこれは考えやなあかんなっていう形で、もしかしたら部屋からおらんくなるかもしれんし、なんとか使えるようになるかもしれんし、ちょっとわからないんですけど、今一応購入品ということで、全てセット、マイクとかアームとか全てセットになって7000円台で購入できたということで、これかなりコスパがいいんですけど、一応中国製なんで値段が安いっていう感じなんですが、まあ、マイクを導入してるということになっております。まあ、なのでメインチャンネルはあんまりこの絵からこの2ヶ月間ぐらい変わってないんですけど、セカンドチャンネルはちょこちょこ変わったりしてるので、今回もウキウキでマイクを取り入れたは取り入れたんですけども、あんまりちょっとしっくり今は来てないので、ちょっとどうかなって感じなんですが、もしかしたらこの今動画公開してる頃にはうまいこと取れてるかもしれないんですけども、今の段階ではもう 5,6 回試したんですけど、もう全くうまいこと取れてないので、ちょっと今は苦戦しております。で紹介するのもどうしようかなと一瞬思いました。で次に行きたいなと思います。
こちらの Amazon Echo になってます。でこの Amazon Echo がですね、今やったら2つで半額ということなんで、これ1台がもともと9000円いくら、だいたい1万円ぐらいなんですけど、9000円いくらで購入できるんですが、この Amazon Echo Show 5ってやつは今やったら2台ついて9000なんぼっていうことで、このタイミングで買っとかなあかんと思って、我が家一応2台あるんですけど、これと今こっちにもあるんですけど、呼ぶとアレクサ今日何日、アレクサ今日何日、はい、ということで2020年7月14日らしいんですけど、こんな感じであって、これはまた電源入れたら入るんですけど、こちら2点を購入したということで、一応今年の目標としてはですね、我が家はスマートホーム化をちょっと目標にしているので、それの第一歩となるためにこちらを購入して、また今月中にはカーテンが自動で開く機械みたいなやつがあるんですけど、それもまた届くと思うので、そういうのが入ってきたりとかして、ちょっとずつスマートホーム化をするための導入ということになっております。で次の最後8点目っていうのがですね、こちらの延長コードになってます。で、なんやそれ延長コードかいって思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、これ普通の延長コードではなくて、Amazon のその Amazon エコーに対応した延長コードになってるので、ここの4箇所コンセントの穴があるんですけど、4箇所のコンセントの穴と4箇所の USB の穴の名前を自分で決めてですね、これを音声でオンにしたりオフにしたりするのができるんですが、今これ現時点では寝室の方に使ってて、それこそ照明を切ってっていうのを音声で言ったりだとか、あと Mac の充電器入れてって言ったらこれで勝手にオンにしてくれたりだとかっていう、仕事の効率を上げるために、この延長コードを購入したってことになってるんですが、一応値段が、3000円いくらってことで、普通の延長コードやったら多分1000円台で購入できると思うので、だいたい倍ぐらい値段はするんですけども、多分スマートホーム化されてる方ならこれはいるって思いはる方も多いと思うんですが、だいたいコンセントの差し口に1個しかないっていうのは結構多いんですけど、こういう延長タイプになってて何個もあるっていうのは僕今まで知らなかったんで、これ見つけた瞬間にこれは買いやなと思って速攻で買ったんですけど、着々とスマートホーム化が進んでいってるという感じになっております。はい、ということになってですね、今回全て紹介したの8点あるんですけど、それが全部1万円以内で購入できるアイテムを全て紹介はしてみたんですけども、いつものファッションとは若干違った感じの動画になってるかなというふうには思うんですけども、ちょっとでも生活を改善するために購入したものになっているので、参考になればなというふうには思います。はい、ということになってますので、本日はですね、1万円以下で購入できる生活改善アイテムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。